2006年のバディュアラン・バディュは、モロッコラバト出身のフランスの哲学者である。高等師範学校で哲学を学ぶ。パリ第8大学教授、高等師範学校哲学科教授などを務める傍ら、ジャック・デリダが初代議長を務めた国際哲学コレージュにおいても、教弁を取る。現在は、高等師範学校の名誉教授であり、月に1回水曜日に、 同行にてセミナーを開催している。スラボイジジェクラと共にラカンドットコムでも活動。政治哲学においては、マルクス主義を基盤とし、初期はアルチュセール派だったが、後にたもとを分かつ。1968年の5月革命において、積極的に活動し、5月革命の精神を受け継ぐ、新しい高等教育機関として設立された、万千の実験大学センターに、 ジル・ドゥルーズらと共に参加したが、ドゥルーズとの間には、思想的に激しい対立があった。学生時代からケハに属した。後ジャックラカンのゼミに参加し、近年の著作に見られるように、精神分析学の理論を独自に発展させている。心理の政治学を名乗ったり、数学を研究したり、小説、戯曲を執筆したりするなど、その活動は後半にわたる。 ありがとうございます。